皆さん、こんにちは。遠藤です。12月20日、月曜日、大引けを迎えました。今日のトレードは皆さん、いかがでしたでしょうか今日の日経金は大幅続落となりました。終わりにベースにて、再び2万8000円を割り込む結果となっております。先週木曜日、金曜日に事務局宛てになぜ買っては、今買っていけないんですか今買わずして、いつ買うのですか というご意見を含めた質問いただきましたがすでに当チャンネルでお伝えしていますようにですねあのスイングにとって会話リスキーですよと言います先週買いで入り現在保持中の方がもしいらっしゃいましたら皆さんやはり含み損となっております先週会は危険ですよというその理由については動画にて話していますので個別銘柄だけを見るのではなく最初からですねこのチャンネルをご覧になっていただけましたら幸いです さて、まずはじめに、先週金曜日にお伝えしました、あげましたですね。本日用の注目銘柄の振り返りを行いまして、その後、明日用の注目銘柄を紹介いたしますので、最後まで見逃さずにご視聴いただけましたら幸いです。本日用として挙げた注目銘柄、良かったですね。今日も利益確定の報告をお会員様からいただいております。おめでとうございました。今日の注目銘柄は7銘柄ほどありました。 7254のユニバンス8260イズツヤ6658白井電子7383ネットプロ4165プレイド3962チェンジ4666パーク24そのうち4名柄エントリー後の利確ポイントがありましたね1つ目が4666パーク24の空売りとなります1段下げております でこちら、明日用としてもですね、出しております。マイナス今日は4.89%。できたかも入っておりまし、ね、えー、特にこの朝の場面ですね、下げの場面、1段階。そして、えー、10時過ぎてからもう1段ということで、まあ。5番はさらにもう1段あったと。まずは朝のタイミングですね前場のタイミングで、えー、しっかりと取るということになります。えー、2つ目、8260、伊豆艶。こちら、良かったですね。 とと切りり替えまますすこちらになります、まあ、結果、上ヒゲ大陰線で終えておりますがこの朝の場面です、勢いよく上げていきましたね500円からスタートして一旦押されて496円まで押されその後と一気に上昇9時16分には538円まで上げていきました。 大きな上昇した後のこの下落となっております。ですので、この上げの部分をしっかりと取るということですね。これが我々の手法となっておりますので、こちらで利益確定された方、おめでとうございました。よかったですね。3つ目が6658、白井電子工業になります。上ひげ陰線で終えておりますが、こちらも同様です。前場 上げました、ね、10時過ぎまでさらに高値更新となりました朝の場面一段そしてその後揉もんでからもう一段上げていきましたですので5番する必要はなくもう全場もう朝だけでトレードを完結させるということが可能となります4つ目3962ですねチェンジの一段安の場面となりますトレンドいいですね え、高安が切り下がっている状況での空売りとなります。えー、ふんわしチャートにしますと、このような流れ。まあ、このトレンドも加工が継続をしている。そんな中での安値、ね、割れの部分になります。えー、ちょうどいいタイミングでしたね、チェンジに関しましても。ただですね、あの、ツイッターの方にも上げさせていただきましたが、薄利で終わられた方もいらっしゃるはずです。まあ、大きな利益取ることはできなかったとしても、負けずに利益。 出して終えることができたということは素晴らしいことですからナイストレートとなります。他にですね4165プレイドの空売りということで思惑通りこちら下落しているんですけれどもこちらはエントリーポイントなくですね推移しております。エントリーしてはいけない場面では結果下がっておりますけれども無理にトレードはしないということになります。他の2銘柄も同様ですねエントリーポイントなく推移しております。 本日、注目銘柄でトレードをされ、確定された皆様、本当におめでとうございました。えと今回トレードチャンスなかった方ですね、タイミング合わず、利覚が少なかった方、剥離で終わった方、明日以降もまだチャンスありますので、ね、冷静に見極め、そのチャンスをしっかりと捉えていきましょう。えー、次に、明日用の注目銘柄について紹介いたします。明日用の注目銘柄、7銘柄ほど見ております。 早速一つ一つ見ていきましょう。まあ、ほぼ売りとなりますね。えー、一つ目、7272のヤマハ発動機。こちらは日経平均採用銘柄となります。今日一段安、大きく下落をしていきました。2800円割り込んでマイナス5.72%。出来高336万800株となっております。えー、過去もみ合っておりましたが、今日一段下げていっております。もう一段の下げですね。 週足もも麗なまな下げの雲の中に入ってきている状態となります。もう一段の下げがあるかどうか、こちらも見ていきましょう。2つ目です。4666、パーク24。今日の注目銘柄、監視銘柄の一つとなります。日経500採用銘柄、マイナス4.89%。じわじわと値を下げていった売り銘柄となります。明日、さらなる一段、安。この場面があるか見ていきましょう。 え3つ目、こちら無理ですね。5202日本板ガラスです。日経平均採用銘柄となります。えー、今日は12月2日につけた安値に到達をいたしました。今日の安値488円となっております。えー、できるかしっかりと入っていますね。えー、105万9700株。板の状態も4桁から5桁入っております。 この12月の安値、ね、タイということで、3日、2日ですね。2日につけた安値488円。今日の安値も488円となっております。今日の安値を割り込んでいくこともあれば、さらなる下落ですね。これを見ることができますので、明日今日の安値を割,れ割っていくかどうかに注目をして、こちら見ていきましょう。5202本板ガラスとなります。そして4つ目。 3962チェンジ。こちらも引き続き出していきます。え今日はマイナス3.98%。出来高127万2200株となっております。流れですね。11月につけた安値。まあ、12月の安値を割り込んで、さらに11月の安値も割り込んできております。え今日は金曜日の安値も割り込みまして、マイナス3.98%。今日の安値ところが1736円となっておりまして、安値日計ですえ。この安値さらに 明日割り込んでいくかどうかに注目をしてチェンジ見ていきましょう。5銘柄目4751サイバーエージェント日経平均採用銘柄 -3.7。9%出来高517万8800株となっております。上ヒゲ陰線今日の安値、ね。 1852円。こちらも安値引けとなっておりまして、今日の安値どころをさらに割り込んでいくかどうか。10月につけた安値、これを目指す動き。そしてさらにそれをも割り込むかどうか。見ていきましょう。4751サイバーエージェントとなります。6名柄目。今日上場しました。4418JDSC となります。2081円のストップ高カ。まあ、剥がれる場面もありましたが、2081円ストップ高で終えております。今日は9時29分ですね。 勢いづいて上げてストップ高となっております443万8000株明日もう一段の上げがあるかどうか見ていきましょう未0 0分が今日は146万3400株引いておりますそして七銘柄目こちらも同様ですね本日新規上場しましたヒューがプライマリーケアとなります4340円できたか144万8500株となっておりますさらにもう一段 上げていけるかどうかこちら注目をしてみていきましょう魅惑条分は77,400株となっております以上7銘柄となりますえこれの注目銘柄と合わせ皆さんご自身でチェックしている監視銘柄ですねチャートと板を見て判断しながら明日のトレード頑張っていきましょうえまたデイトレードでなかなか結果が出ないという方のためにですねマンツーマンのデイトレコンサルを実施することになりましたえこちらは1月年明けですね1月から 3月までの3ヶ月間、もちろん単発でも受付しております。期間限定となっております。結果が出せずに困っている方、会員限らずですね、将来に備え、何としても結果を出したいとお考えの方、株の、まあ、いわゆる株の治療ですね、をさせていただきます。皆さんの時間も有限であるのと同様にですね、私自身の時間も有限となっております。すでに1月分は徐々に埋まってきております。 お申し込みはこの概要欄から受付ができるようになっております。現状に満足している方はもちろん申し込まないでください。本当に、本当に株で悩んでいる方だけお申し込みください。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録と今回少しでも役に立ったという方はぜひ高評価ボタンですね。押していただけましたら幸いです。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。明日は全場デイトレ生配信があります。生放送は会員限定の内容となっております。 ではまたお会いしましょう。失礼いたします。